井上山でございますノーミルク佐藤です。帰ってきたらエアコンがつけっぱなしだった一日外出、膝を抱えて <laughs> <laughs> いるところもありますけれども、あのショックはでかいですね。そうでしょうね、えー。非常にセントラルヒーティングで素晴らしいんですけどもね、<laughs> そんなことより気分が良くないということでございますけど、皆さんいかがでしょうかということで、はい、今日はこちらと、はい、ミルットトップレビューな、試合がございまーす。はい、はい、また試合をやってくれるんですね。 えー、これは、えー、金曜日に出てると思いますがわれわれは火曜日のお昼に収録しておりますあっという間に週が明けております、これね水曜日のルヴァンカップのこともまだ知らないし <laughs> 木曜日のの代表発表発ことも知らないです <laughs> 月曜の「マンデーライブまで先週振り返ってるじゃない、えー、で火曜になると金曜の話先生するじゃない、えー、もうミッドウィークがないんです何年も私気分的に。<laughs> もう週末気分なんですよ、火曜日から。いや、わかる。これがサッカーメディアなんですか、先生。そういうことでございます。お付き合いください。お付き合いくださいってうか皆さんちょっと今金曜日ですもんね。まあね。はいはいはい。ということで、今回は J1 第15節、J2 第18節、そして J3 第11節のことを話していこうと思いますけれども、なんと今回はですね、週末雨とかは特に今のところ、この火曜日現在の天気予報だとなさそうなんですけど、夏日です。 夏日、ついにそういう日が。なの気温湿度がとんでもないことになります。かき氷が売れるよにもかかわらず、なんと14時キックオフが結構ある。いやー、来た、こういう時期が来ました。それに今回は対応していかなきゃいけない皆さん、一体どうなるのかということでございます。なるほど、流れが変わるかもしれんということで、そんなお話も含めて聞いていきましょう。ンチャネル登録ぜひよろしししくおお願願いいまますす ってことで、うん、ミルトトップレビューというか、ミルトとのご説明、バーさん、お願いします。仮想、はい、トとカトとカルチをやっております。ご覧のように専用サイトにリンクから飛んでいただいて、みんなで数字で遊んでおります。ということで、お金をかけておりません。ですが、このいろんなデータ各種予想ね、皆さんの、えー、実際いろんなことに生かしていただきたいということになっておりますが、ランキングも争奪決めております。毎試合の得点ランキング、えー、あてでもドン出ました。蕎麦太郎さんまだ1位。強ね。ゆっぴさんまだ2位ということでね。いや、うん、ちょっと待ってください。<laughs> ちょっと待ってください。唯一佐藤が20位から35位。チャンマーが140位から141位に地味に落ちている。いや、実はね、まあ、さん。<laughs> あの先週のまあいわゆる徹底予想とかで僕は予想話してますけどあの J1 全部外したんですね金 J 以外意外でしたね意外でした本当に今日ねー勝敗まで外したったってのがありましてねそうですねでも少しかったですよ実際ねすごいよそば太郎さんのこの敵中立ユッピし は多分3位のクロクロさが一気にグンって8位ぐらいから上げてきてるはずなんですごいねそして横綱朝勝利をも早く追い越していかないと、ね、いけないですねトップ10多分、ね、シオンチさんと AN さんの9位順位が多分、ねね、新しく入ってきたんじゃないかなと思うのでまあだんだん変動はありますから皆さんもぜひよろしくお願いします、ねや,ね、やってやるからなとね。<laughs> って ベッド数が少ないっていう私です。なので皆さん私を倒しに行くのはまだ間に合いますそうですね。お願いします。ということでじゃあ J1 からいきましょうこちらでございます。今節の対戦カードはこんな感じになっております。まあねこれ上半分が土曜日開催で下半分が日曜日開催かなみたいな感じになるんですけどまずは皆さん水曜日ルバンがあるので。 ルバンやったアウェー組で土曜やるってちょっと大変ですねその辺も加味して考慮してやるってことそういうことですね予想するべきってことそういうことになりますねなんで今日も J1 から何社かピックアップ持ってまいりやすいので見ていただければと思いますはいまずは一社目こちらでございますえ、札幌対名古屋ですあ、いいカードだねこコ盾ってことですよねそういうことですねえ、最強のホコ札幌と最強の盾名古屋のカードとなりますと でまあ、なんでこの試合持ってきたのかと言われたら、うん、まあ矛と盾って言い方もあったんだけど、ちょっとかわいそう名古屋というところもあるかもしれません、まあ、さかわいそう名古屋。真ん中にその相性面なところで言うと、直近3年間とか直近6試合での対戦成績は、うん、名古屋側の3勝2分け1敗と、名古屋やや優勢の成績が持ってるんですよ。なえ水曜日の夜にルバンカップを行います。うん、なるほどそれか 木曜日はリカバリーです。はい,はいはいはい。で、名古屋は土曜日の13時から札幌ドームでキックオフなんで。ああ、死んでー。だから今週名古屋、ね、多分火曜日以外練習せずにいます。あそう。ー、で、暑いしな。うん。札幌ドームは涼しいけど。そうなのよ。ああ、なるほど。で、これ名古屋さんに別にた何もタイはないんだけど。もあるしね そう。だから、練習とかその対戦相手に対するいろいろこう、駆け引き分析とかを体で理解させるっていうことで考えるなら、ちょっと札幌の方があからさまに有利だなってのはちょっと僕は思いますね。ああ、なるほど。うんうん、そうか。そうなんですよ。これ例えばほら、同じような状況だと、あの、これ札幌の3試合まであの、東京戦あったじゃないですか。東京がほら、福岡でアウェイやって、うん、 中二日ぐらいでもう札幌に乗り込んでこなきゃいけなく札幌で試合ったらこうね負けてしまったってあれでしたけどちょっとそれに近いような試合になるので名古屋もしかしたらだからこれ最悪こう引き分け狙いってことも考えないではないかもしれない。しかものゼロというねそーコアでうんそうかここにちょっと運動量差しちゃうとまた大変だってことにはなりかねない。これでももちろんターンオーバーの可能性もちろんあるわけでしょ。 水曜日ターンオーバーにしてメインメンバーをリーグ戦に当て込むってことはあると思いますがとはいえ選手の皆さんよりもスタッフの皆さんのほらがルヴァンの分析やってそのあと札幌の分析やってとかなのでなかなかちょっと難しいかもしれないなってのはあるかもしれないどうなりますかといったところでいそして続いては今度こんなカード広島対湘南。はははいいい これ、まあ、のちょあの過去3年間、6試合の対戦成績見ていただけると、うん、なんとお、それぞれのチームが2点以上取ってないんです、ね。1011<う>、01 10、001、011と。そうなんです、ね、ちょっとこれ、珍しいなと思うので、持ってきたところはあったんですが、いはい、これ作りながらちょっと思い出したのは、去年の実はね、広島と湘南という対戦成績は、俺、あんまり当てにならないかもしれないなと思っていて。うんうんうん 確かね、2試合とも結構、広島が、あの、試合混んでるところで湘南と戦わなきゃいけなかったんですよね。うん、ああ、なるほど。確かカップ戦がなんかとか。よく覚えてますね、はい。うん、<laughs> だからね、メンバーを結構ターンオーバーさせてたんですよね、うん、湘南確か。そういうこともあったかなってのがあるので。はい まあちょっと去年のとか、あんまり相性とか見てもしょうがないかなってところもありますが、いずれにせよ、ちょっと2点とか3点とか入らなかったカードであるのはまあ間違いないという形になっていますと、はい、あとは直近、両チームとも2連敗のところで,、ねですよね、迎えるっていうのもあるので、はい、ここでね、あのどっちがこう流れを取り戻せるかっていう側面でも注目していただきたいカードなというところがあります。はい まあ広島なんていうのは、ちょっとね、あの福岡戦で三田選手が怪我して以降、ちょっと勝ててないっていうのもあるので、そこは払拭したいですなね、早くね。はい、あと湘南もやっぱ怪我人が多くて、その間、なかなか勝てなかったけど、ようやく小野瀬選手とかも復帰してきたってところがあるので、そろそろかなっていうふうになってきてるかなと思いますそして、えー、今日の3試合目はこちら、はいえー、セレ対横浜 FC もセレッソもこちら、両チームとも2連勝で、うんえー、来てるというところでございます。はい ていうか、直近5試合の流れ、両チームとも一緒で、負け勝ち、負け勝ち、勝ちっていうので、両チームとも来ておりますと。ただ、相性で見ると、過去3年間での、そうなんですよ。なので、セレッサその相性の良さってことを、この試合でもまあぶつけることができますかと。ただ、勢いはついてる感じしますよね、岡山 FC は。そうなんですよね。しかもセレッサもだけどね。まあね。 なんで、全然あ、ごめんなさい、ここ、セレスト、セレストが戦っちゃってることになるんで、ごめんなさい、間違えました、失礼いたしました。これ、どこだっけね、セレストの後、忘れちゃったね、なんかね、ごめんなさい、失礼しましたね。あの、これもう終わった後とすぐ作ってるかもわーってコピーとかしながらやってるんでね、すいません、失礼いたしました。失礼いたしました。 で、あと、まあ、横浜市はねその、やっぱ川崎相手の大金星の流れがやっぱりありますから、うん、まあそのあたりもどうかというところでございます。はい、はい。まあというところで J1 の、はいえー、ピックアップカード3試合でございました。はい、いしたはい。そして続いては J2 でございます。はい。はい、J2 はこんなカードとなっております。はい。うん、まあ久しぶりの対戦カードあたり、初めてのね、初顔合わせみたいなところなんかも、まあいろいろありますけれども。 そうですね、うん、ベルディ対いわきとかワネハとグ,、まあ、グーバフジエダー、ジ井で初めてじゃないけど、うん、鉄で初めてということになります。はいということでピックアップこちらも J2 からも2試合持ってまいりましたので、うん、見ていただきましょう、はい、まずはこちら、オフ、はい、対大宮こちらのカード直近とか過去の相性で考えたら、えー、6戦中5勝オフがしてオリム。うんあ そして幸福はやっぱ直近2連勝秋田と金沢相手にうのゼロで勝ってきてるってところがあるので、今流れ乗ってるよねと。はいはい、対する大宮相馬監督の解任っていうところもありましてね、監督交代もありましたけど、ちょっとこのカードで言うんであれば、相性も含めてやっぱ気になるのがまさ、ここですね。うん、大宮のこの今年のアウェーデータ。そうですね。8試合やってまだ1分けなんです。なるほど。勝ってないというよりも、勝ち点も1しかないってところがあるから、うん、はい まあただ、久しぶりにね、監督の交代なんかもで流れも変わるかなっていうのもありますから、それはちょっとどんなメンバーというかね、そこにもちょっと注目してほしいですけど、ちょっと甲府はホームにも弱,くな弱いとかってわけでもないし、相性もいいっていのがあるんで、ウィナー的にはちょっと甲府勝利側が結構、ちょっと人気なんじゃないかなっていうのは、うん。なるほどね、まあ、だけにこれ、大宮側でね、ひっくり返すっていう、大津も高いでしょうしっていうところですね。ははい、はい あくまで直近去年の対戦だと大宮が3ゼロで勝ってるとい大宮にこの22位は似合わないそうだね,ねもっと上であってほしい、うんうん、ここからガンガン上がってきてくれることをちょっと願いましょう本当ですそして H22 試合目はこちらでございますと、はい、徳島町田です、うん、はいあのー、やっぱり今ね直近町田が全然負けてないんだけど馬、うんはい、さん、はい 直近3年間の相性はなくて徳島が全部勝ってます。本当だ、本当だ。うん、これは覆す時だと町田も思ってるでしょうし、そうでね、このまま行くべきだと徳島は思ってるでしょう。前回、前節は藤井田に0ロ3で敗れてしまった徳島ですが、はい、その前の試合は金沢に相手に 2−0 で勝ってるってところもあって、負けしでその前来てましたからね。 また流れ取り戻すぞっていうのでやってくるその相性のいい町田相手と、うん、ただ町田はもうそんなこと関係ねえってのでやってくるので、うん、まあ,あんまり得点入らなそうな試合じゃないかなと思いますけど、うん、まあ入らなければ入らないだけちょっと町田側に有利な試合展開になりがちだってのがありますから。はい まあやっぱり柿谷選手の、そのファンタジーだったり、森選手の爆発とか、そのあたりもちょっと注目したいこれ、えー、ところで。これだけ町田調子よくてね、首位バックスの中話題を呼んでるってなると、はいうん、これはストップザしだというか、これテンション上がるわけですよね、徳島もね。そういうことですね。逆にここでやって勢をつけていこうっていうのから、狙われる側、首を削がれる側になるわけですからね、これはさん。いや、そうだね。そ,うねそならへんどうなるかっていうことでしょ。 注目ですねいよ後半に持っていけるかっいう意味でもこれ大事な一戦じゃない、うん、そうだね。<ー>いや、この一戦ちょっともうじかに見たいね、ここね。はいということでございました。J2、はい、のピックアップはこの試合ということになります。はい、最後、J3 も見ていただきましょう。 えー、g、3はこんな感じの対戦カードということになっております。うんうん、はい。まあ、いろんなカードありますけれども、今回も g 3も2試合ピックアップ持ってまいったので見ていただきましょう。はい、こちらでございます。ド、うん、まずは YS 対北九州。はい。はい。えー、さ去年かなは、なんと、うの02回で YS 勝ってですね。うんうんどうん。そうですか。はい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 。 だ今シーズン考えても、YS、最近ね、あの長野に負けて以降は負けなしで来てるってところがあるし、うんうん、北九州は今季、ホームで1勝したのみ実は阿部はまだ勝ってないってのがあるので、はい、ちょっと YS 側、結構優勢のデータ多いんじゃないかなと思いますけれども、どうなりますかというところでしょうか。うんうん まただ、北九州は、ね、その天皇杯で鹿児島相手に PK 戦ですけど、まあ、勝ってるってところがあるので、はい、ちょっと勢い取り戻してる感もあるかもしれませんから、<ー>そのあたりがどう出てくるかといったところでありますか。あと、まあ、あれですね、まあ、YS は1週間試合が空いちゃってるってところがあるので、うん、まあ連戦っていう言い方よりも、だから試合が空いている分の,その試合感というところが北九州との差がありますから、うん、そのあたりもちょっと考えていかなきゃいけない部分かもしれません。なるほどはい、はい そして、もう一試合、今日のラストのピックアップこちら。うん、はい、えー。今治と鳥取でございます。うん、はい。ええー、まあ、今治はね、今期ホーム、まあ、里山スタジアムでは、まだ。はい、負けなし。うわ、すごいですね。うんええー、それはすごい。そうなの。うん、新たなお客さん増えてるでしょうしね。そうなんですよね。うんうん、ただ、なんでかわかんないけど、まあ、右側鳥取ご覧ください。うん、えー、ここまで十試合やってきて、三勝五分け、二敗の鳥取なんですけど。うん なんと鳥取今季アウェイでその3勝全部やってるんですよ。おー外弁そうだからホームでは勝ってないんだけど<ー>アウェイで勝ってでしかもめっちゃ点取ってくるってのがあるから,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 らどっちもいいじゃなんかあるわけだねいいところはね。今回はなんで打ち合いも結構考えられるうーんなるほどうーんっていうのもありそうね。 な、なんならこう、例えばやっぱり3対3、2対2みたいなのも、うん、ウィナー的にいたらあり得るかもしれません、うん。そっか。とてももちろん初めてなわけだもんね、この里山でやるのは。そうですね。だから今までのちょっと今治のホームとの相性みたいなところあんまりデータ的には考えなくてもいいかなと思いますけれども、まあ、果たしてどうなるかといった試合になりますかでいったこご,ございました。わかりました。楽しみでございます。<ー>と言ったところでございます。はい。そっか、はい、夏場連戦。 うな,どうなりますかいろん,んなデータが新たな傾向がこの夏出てくるんですかねそうですね、うん、なんかポジションポジションのチームはね、うん、ちょっと有利になってくるんじゃないかとかおそらくはそうだと思いますからね。ただやっぱりこうあのやっぱ暑くなってくるとね1個問題だって言われてるのがこれあの、うん、J リーグに限った話じゃなくてうプロスポーツとかスポーツ当たり前の話をするんですけどすあのやっぱね頭でうまく考えられなくなってくるんですって。<laughs> ああ、なるほどね。うん、まあ、それなんでしょうね。うーん。で、日本はその輪をかけて、その湿度ってところが、そのムシムシ度合いがやっぱりやばいってのもある。はい、はい、はい、はい。だから、もう、よく考えなくても、どれだけこう、やっぱ染み込んでるかっていうところも重要だと思いますので。うん、うん、うん。だから、自分たちのその体制、やり方がこう、しっくりきてるチームほど。浸透度が高い方がってことですか。ういうことですね。その考え方もある。なるほど。あるかもしれません。はい。 ありました。くれぐれもエアコンのつけっぱなしには注意してね。<laughs> ということで。<laughs> はい。勝手に消えてくれればいいんだよな。ということで。そうだねー。はーい。ひとめまでございました。ノーみるさとでした。それでは、お気をつけていってらっしゃい。水飲んで、塩舐めて。ほんとだね,ね。じゃあね。ーはーい。あ、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。